というわけですね、今回は、トライアスロン日本代表古谷さんを、お招きしていろいろ教えてもらおうかと思ってます。1回目は、連戦リカバリーということです。走りにまつわるトークセッションからランニングにおける好次元を作る。僕もね、はい、トライアスロン今2年目なんですけど、はい、やっぱこの選手先々週と連戦出てきました、はい。で、ちょうどこのいいタイミングでね、古谷さんこうゲストで呼ばせていただきましたけども、はい、トッププロの方が、はい、そらもっと激しいことやってるんですよ、はい、スピードからパワーからもうとんでもないパワー出してはるんで、いやそれってどうやってリカバリーしてるのかな。なるほど、それは気になりますよね、うん、めっちゃ気になってるんですよ。でそれをちょっとお聞きしたいなと、はい。で今回古谷さんはサウスシリーズの、サポート選手でもあるんですけど、まあ、今年からね。でも、今までもどうやってやってきたかっていうのをちょっと掘り下げて、はい、いろいろお話聞かせていただければいいかなと思いますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします, いやでも酒本さんですら僕らからするともう連戦の鬼みたいなイメージだったのでその酒本さんがどうしても知りたいっていう、これ古谷さんをさらにこう解剖したいというか、はい、っていうのはめちゃくちゃ興味があって要はただでさえすごい酒本さんのさらにその上、どういう感じで、まあ、結局トレーニングって休養と合わせてセットじゃないですか、はい、ですからもうその食事、睡眠、トレーニングってやっぱこれ3点セットって絶対あると思うんですけど、結構僕ら素人ってすぐトレーニングばっかりやっててリカバリーがやっぱ下手だったりとか、うん、まあ、睡眠の質とか食事の質とかが全然低かったりとかすると思うんですよ、うん、そうですね、多分その辺から絶対違うと思うんですよね、うん、僕は、うんうん、だからぜひね古谷さんがそのなんだろう、レースが終わってから次のレースまでの例えばその中6日間、うん、どんな感じで過ごしてるのかって聞きたいですね。そうやね、そうですね、そんな多分 やってることって皆さんとそんなに変わらなくて、そんな特別なことはやってないですね。気をつけてることは、まあ、食事の面で言うと超一般的ですけど、レース前は炭水化物ちょっと多めに摂る。でこれ多めに摂ってることによってレース後のダメージは明らかに軽減されるっていうのは感じてます。はい、であとはもうその体の内側から整えるというのは基本中の基本だと思うので、まあ、そこでサプリメントに頼って、まあ、僕はアミノサウルスさんの商品使わせていただいてますけど、はい、そういったものに頼ってできるだけこう筋破壊を促進させないっていうのが、まあ、基本になるのかなっていうふうに思ってます。ということは筋破壊をやっぱりこう進めさせないということは要はタンパク質ですよね、はい、タンパク質の量をしっかり確保するっていうことだと思うので、逆にそれで筋破壊しちゃうと悪い場合はどんなふうになるんですか。あれですね、基本的にはもうその自分のレース後練習後これを取るっていうのは決まってるので、はいはい、基本的にはもう取るベースなんですね、はい、摂取するベースなので、はいはい、摂取してない時の自分と比較した時にどう変わるかっていうのはなかなかわからないんですよ、はい、なので実際ぶっちゃけたところ、そのじゃあ例えばサプリメントをちゃんと取ってるから、はい、食事でタンパク質をちゃんと取ってるから、どうなってるかっていうのはわからないんですけど、これたまたまなんですけど、一番直近のレースで、レース終わった後、はい、15分後に表彰式があって、はい、でその表彰式終わった後にもうそのままドーピング検査があって、はい、ドーピング検査に連れて行かれてっていうのがもう直近のレースだったんですね、はい、でいつも撮ってるあのサウルスの EAA 撮ってるんですけど、それ撮れなかったんですよ、はい、でああ撮れなかったと思ってて、はい、したらやっぱりその後、はい、ダメージがもうめちゃくちゃすごくて、なのでおそらくもうその撮れなかったことによってレースのダメージがそのままもうどん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 こう進行していって筋肉がもうどん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 破壊されていってしまったんですね。でも破壊されきった後なのでやっぱりそこから回復するのに時間がかかる、はい、普段だったらその筋肉破壊が起きる前にしっかりアミノ酸とかを摂取するので破壊しきらない状態で次の、1週間に迎えられますので、はい、そこまでその筋肉痛であったりだとか疲労感っていうのは感じないんですけど、今回その摂取できなかったっていうタイミングがたまたまありまして、その時にやっぱり普段取ってるものってすごい大事なんだなと、取らなかったらこうなるんだっていうのをリアルに感じたので。マジっすか、はい、これすごくない？すごいですね。だってこのレベルの人が、はい、リアルにそれ感じたっていうことは、うん、僕ら絶対やらなあかんやん。そうですね、
あとやっぱり大事なのはダウンだと思います。クールダウン、クールダウン、これは大事だと思いますね。どうしてもレース終わった後ってこう達成感とかあったりするんで、はい、あーレース終わったってなっちゃうんですか、アドレナリンも出てますね、はいはい、だからその時ってそんな疲労感とかって感じないんですけど、それも終わった後何もしなかったら、だん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 筋肉固まってきて、こうさっきの朝プリメントの話じゃないですけど、筋肉硬直していくんですよ、どん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 。でそこでもう一回血流良くして、あの筋肉をほぐしといてあげないと、やっぱりどうしても次の日を迎えた時にダメージが多く残ってるっていうのがあり得るので、なので僕は基本的にまあ、レース終わった後、まあ、できる種目が、まあ、その時その時によって限られているので、まあ、ローラーで1時間足を回したりだとか、まあ、軽くほぐす感じイメージでジョギングをしたりだとか、まあ、スイム、まあ、スイムは結構一番いいと思うんですけど、でもなかなか環境がなかったりするので、まあ、スイムで軽く泳いで流すとか、まあ、そのクールダウンっていうのは疲労を次に残さないためには非常に大事かなっていうのは感じます。その走り終わってすぐ飲むとか、うん、そういったのってやっぱトップの選手であればあるほどやってますよね。そうですね、例えばあのマラソンでもあのニーヤさんとか、うん、ニーヤさんとかあの練習たまに近いんで、うん、見てるんですよ、うん、終わったら速攻飲んでますよ、ね、そう、速攻やね、速攻飲んでてもう全部準備されてて、うん、もうやっぱ早いんですよ、うん、でも徹底しながらトレーニングと飲むとかトレーニングとリカバリーってもう全部セットになってて、確かにおっしゃるようになんか終わったのって結構興奮してなんか友達をドラッタドラッタとかってやっちゃうんですよ僕ら。でもそれよりも先にゴールとセットでやっぱ体の回復のことやっぱやっていかないと、本当にやっぱり長く競技っていうか趣味でやったとしてもやっぱ続けていけないと思うんですよね、だからトップだけじゃなくてやっぱ市民ランナーだとか、まあ、僕みたいな愛好家も含めてやっぱそういうリカバリーとかとのセットってめちゃくちゃ最近、もうなんか必須だなと思ってきてます、結構僕も実はあのサウルスさんの EA を飲んでるんですけど、うん、朝ジョギング行くじゃないですか、帰ってきて手洗ううがいするっていうのは当然そうですけど、まるでなんか他のことトイレ行くとかシャワー入るとかよりも先に絶対あるのもってなってるんで、家帰ってきたらすぐ EA EA ってやってるんですよ。いやそれをうちの嫁さんにも言ったら、嫁さんも飲み始めて、そしたら僕よりも効果出るの早くて、めちゃくちゃ体良くなってるんですよ。そうですね、調子いい調子いいって言って、だからやっぱもうセットっす、練習終わってすぐ飲むっていう、もうそれぐらいやらないといけないなっていうのはめっちゃ痛感してて、だからトップ選手だけじゃない、やっぱ全員に必要だなってすごい最近感じましたね。そうですね、摂取のタイミングってすごく大事 で、はい、でまあ、食事が取れる環境にあるんであれば、はい、食事をパッと取ってしまうっていうのも一つだと思うんですけど、はい、やっぱり30分以内っていうのが一つの目安っていうのが言われているので、早ければ早いほどいいと思います。筋肉の破壊が進んでいくのの、はい、できるだけもう早い段階で止めたいので、はい、そうですね、はい、なのでもう本当に僕も普段のレース終わったらもうすぐだし、ポイント練習終わったらポイント終わった直後だし、はい、いうので、そこ摂取のタイミングっていうところも一個気をつけてるところではありますね。要はゴールデンタイムみたいなもんですよね、この今のうちにパッと飲んどかないと効果が薄れるってなれば、じゃあ今のところが、逆にあれですか、ランとかバイクも含めて長時間トレーニングってあるじゃないですか、そしたらそのトレーニング中に破壊が起こってくるじゃないですか、ですから EA とかも途中で飲むっていうのもありですか。あの基本的に普通のトレーニング、普段のトレーニングってバイクとランをセットにすることとかが多いんですけど、バイク終わって EA 飲んで、その後ランニングに行って、ランニング帰ってきて EA 取ったりとかっていうのは全然しますね。ああ、なるほど、そのトランジション的な感じで EA が入って、はいはい、そのトレーニング中のドリンクとしてはあんまり摂取しない感じですか。ドリンクって僕はちょっと変わってる方かもしれないんですけど、はい、EA もう時間みたいです。あ、時間ないんですか。こなせ水口に含んでそのままダイレクトに行って。マジっすか。マジっすか。あるまま味濃いじゃないですか。はい、まあ味濃いですね。いけるんですか。全然いけます。すごい。しかも計量スプーンで一杯すくって、でもそのままガッて言ってるんで、しかも計量スプーンにぴったり入れるとあれ 20g じゃないですか、はい、20g って結構ボリューミーですよね、まあでも普通にいけますね。もこもこしますよ。ですよね、あれ口に水含んで、はい、これで、はい、ですぐラン行くって感じです。大会の時 の、 あの、はい、ボトルの中、水の中、はい、いやスポドリの中とかに、はい、あのアミノ酸とか入れないですか。あ、一応レース中に飲んでるのは BCAA 配合のスポドリを飲んでます。あ、それは何ですか。アミノバイタルの、バイタルの、はい、BCAA が入ってる。あ、
そうなんあるんですか。あ、はい、あのそれを選んだのは遠征が多いので、遠征の時ってこう粉末で持っていくと、はい、結構なこうボリュームになるんですよ、はい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 、でその中で結構1本あたり500に溶かす、はい、粉の量が少ないやつっていうので、そうなんですよ。あの昔使ってたあの他のメーカーとかあるんですけど、うん、それは500ミリあたりでこれくらいのパッケージ、CCD だったっけ、なんだっけ、CCD、これぐらい。本当1ヶ月とかの遠征とかあるんで、その1ヶ月分持っていくってなったら、もうそれだけでもうえらい量になってしまうので、ちっちゃいのちっちゃいの探してアミノバイタルさんの DCA 入ってるやつに行き着いたって感じです。はい。商品開発的にもちょっともうやってます。やってます。もう来年のあの3月には発売。ああもうめっちゃ楽しみで。解消量ね。バイク用のできるように、はいはい、今動いてます。なるほど、なるほど。はい。いやそれ考えるとやっぱりそのリカバリーの重要性っていうのはそうですし、であとその次の連戦ってなると当日レースが終わった後にすぐマスを抜かれるのはそうですけど、その後の例えばじゃあ日曜日にレースがあって、次の日曜日にまたレースがあるとしたら、月か水も金どうかぐらいのその過ごし方のなんかポイントっていうのはどんな感じをされるんですか。まあ、トライアスロンって本当に連戦が多いので、3週間連続とか、実際5月とかそうだったんですけど、1週目のレースにこう合わせて体を作っていって、まあそのままの惰性で3週、3戦目までっていうのはなかなかいけないんですよね。やっぱトレーニングのボリューム的に、こう1戦目終わった後、じゃあ2戦目もあるから、またさらに練習を落として、3戦目あるからまたさらに練習を落としてってなると、まあ、どんどんこうパフォーマンス落ちていってしまうので、基本的に練習内容で言うと、もう継続してやるんですよ。なので僕ランで言うと大体水道がポイントなんですけど、はい、日曜日レースやったとしても、はい、もう次の週の水曜日か木曜日にはもうランのポイントをやって、はい、でレース、はい、でまた次の週の水木ぐらいにポイントをやって、はい、土日のどっちかレースっていう感じのスケジュールで動くので、通常運行でレースをやってたとしても、はい、こうトレーニングを積んでいかないといけないので、やっぱりまあそのリカバリーっていうところは非常に重要になってくるんですけど、はい、まあ、過ごし方としては、まあ、基本的にレース終わりました、はい、じゃあダウンをします、サプリメントでしっかり必要なものを補います、っていうのはもう基本中の基本なんですけど、まあ、そこから、まあ、レースが終わった次の日とかは一応イージーで回復に努めて、でもうその次の日から結構通常運行に戻して、っていうトレーニングの組み方をしてます。イージーってだから休まない。あ、基本的にデイオフ自体は、うん、その連戦が続くときって、はい、あまり取れないですね。休まない。本当にあの体がきついときとかはもう休んじゃうとかするんですけど、うん、まあ、たまたま今回の連戦でいうと土曜日レースが多かったんですけど、はい、でまあ、土曜日レースで日曜日が移動日とかになるんですよ、うん、でまあ、海外とか行ってたら大体もう日曜日が移動だけで潰れてしまうので、うん、結局そこがもう練習できなかったりとかするので、うん、まあ、それが一応リカバリーになる。一応リカバリーみたいな。移動リカバリー。トレーニングしてませんみたいな。めちゃくちゃ疲れるんですよ、あの飛行機の移動って実は。すごいですね、やっぱり。すごいよ。じゃないとなかなかできないですね。あのいつもね、インスタ見てたら、20何時間移動とか、もうそうなの、全然、はいはいはい、あるんですよ、見てるんですよ。20何時間移動で、やっとホテルありつけたとか言って、ホテルのチェックインするのもまだ時間があって、はい、って言って、もう、多分めちゃくちゃストレス溜まるんですね。ですね。で、月曜日の、その、まあ、デイオフはないけど、まあ、ちょこっとイージーにすると。はい、で、火曜日は、もっと普段のパフォーマンスまでガンと上げる練習する。大体、まあ、トレーニングの流れとしては、まあ、月曜日が大体イージーで、で火曜日が、はい、まあ、エアロビック中心、そんなハードはやらないけど、はい、イージーではない、普通の ベーシックなトレーニングで、水曜日ポイント、はい、ポイント、はい、だから月かは休憩して、はい、いきなりもうその水曜日で、はい、あの心拍数バーンと上げれることをするんですよね、はいはい。で木曜日はちょっと長めに走ったりだとかして、で、まあ、金土はまあジョグでつないで日曜レースみたいな、そんなざっくりですけどそんなイメージですね、まあ、あとはあのレースの位置づけによってですね、はい、あの
まあ、トライアスロンの場合僕らが出てるレースでいうとカテゴリーが3つあるんですけど、はい、そのうち一番上が世界選手権シリーズ、はい、でその次がワールドカップ、はい、でその次がコンチネンタルカップってこう3つカテゴリーがあるんですけど、はい、まあ、コンチネンタルカップに関して言うと、もう僕の中ではコンチネンタルカップは実践練習という位置づけなので、はい、レースというより、はい、なのでもう高強度のトレーニングっていう位置づけなので、まあ、そこまで調整をかけない、普段のトレーニング通りで臨む。ただその世界選手権シリーズかってなると、はい、もうバッチリ調整をして臨むレースになるので、そのトレーニングの内容っていうのは次のレースによっては全然変わってくるんですけど、いやすごいよね。すごいですね。あの大阪、はい、あのトライアスロンはね、あのもうダントツの優勝されて、はいはい、でその前え中国でしたっけ。そうです、中国も優勝だった、はい、ですよね、ダブル優勝して、はい、で今調子って実際どうなんですか。今はですね、その中国大阪終わった後1週間のでまた中国でレースをやって帰ってきたばっかりなんだけど、はい、でまあ、その一発目の中国の前は横浜だったので、まあ、ここ1ヶ月で4レースぐらいやってるので、はい、ちょっとさすがにあの今リカバリーの話をしてリカバリー大切だよっていうふうに言ってるんですけど、さすがにちょっと疲れ出ちゃって、はい、でその多分疲れ出た原因が、うん、そのレース後に摂取できなかったっていう、表彰式で、そうなんです、そういうこと、はい、まあ、単純にね 4試合やった後の疲れなのかもしれないですけど、でも明らかにいつもと違う疲れだったので、なかなかこう体が重くて筋肉痛も激しくてっていう感じなので、まあ、そこはちょっと疲れが出ちゃったなっていう感じですけど、これなんでやろうっていうのを考えたら、まあ、そういえばいつも摂取しているものを取れてなかったっていうところに出ついたって、それめっちゃ面白いですね。面白いですね。はい、あの練習の時はもう絶対30分以内に絶対飲むんですよ、はい、で今日ももうあのさっき水の中に入れて、はい、もう今も持ってきてるんですけど、あの100均の中に EA、はい、100均のボトルの中に入れて持ってきてるんですよ、はい、あのこういうあの東京区の、はい、で大会の日ってまさに吉田さんの通り、あの終わったらみんなで分かち合う時間が長すぎて、あのリカバリーしたいのに荷物にありつけなくて、飲めたいのに飲めないですよね。これやねん。でこの前もめちゃくちゃ筋肉痛になってもうて、あこんな筋肉痛なったことないのになっていうのがやっぱりまさにそうかもしれない、はい、ここにシールだらけでうわってやっててんけど、この前そうほんまにそうかもしれない、はい、でも用意しといた方がいいよな。しといた方がいいと思います。はあ。なんかその最近僕もすごくそのトレーナーさんとか言うのは、うん、ランナーさん、市民ランナーさんですね、うん。あまりにもリカバリーと食事に対してがずさんすぎるって言われるんですよ。うん、要はトレーニングめっちゃするのに、うん、なんでリカバリーとか食事のことはすごいおろそかなって言われて、うん、でハッと気づかされて、でやっぱりこういろいろ1日のデータ取っていってもタンパク質量が全く足りないんですよ、うん、まあそうなんや、はい、足りなかったんですよね。でそれやっぱり足りない分で食事だとやっぱ結構足りないから、やっぱりどうしてもサプリメントで取っていかないといけないので寝る前とかってタンパク質量を増やしたんですよ、うん、そしたら翌朝全然違う、うん、やっぱり全然違 う、うん、ですからいかにそれセットでやっぱやらないとダメだなってことを痛感しまして、うんうん、で一番良くないのが中途半端、例えばだからそのなんていうんですか、ちょっと前は、うん、なんだろうな、これたまにこれ飲めばいいやとか、ああ、うん、ちょっとこういう時だけ飲めばいいやって思ってたんですよ、うんうん、だからなんだろうな、サボる日もあるし、うん、飲むのを、うん、なんかこう電話がかかってきたらなんか電話しちゃったりとか、ちょすぐ打ち合わせ入んなきゃというのがあったりとかすると、ついついそういうのをおろそかにしてたんですけど、うん、やっぱいろいろ考えた結果、もうやらないならやらないけど、うん、ちゃんとやるなら徹底してやんないとやっぱ意味ないっすね、うん、だからそのなんてさっきの15分とか30分以内飲むもそうだし、それって出張だから、ビジネスマンとして出張だからとかも言い訳にならずに、やっぱ絶対それルーティンでやっていかないと意味がないなって思ったんですよ、うん、ってなった瞬間ですよ、出張の荷物袋ばっかりサプリ大きいでしょ、大きい、いやだから100均 あのなんかソースボトルみたいなのあるじゃないですか、あれにもう個別で入れて、あ、なるほど、出張用としてこれぐらいのパッケージにして持っていくんですよ、うん、なるほどなるほど、まあ、5日ぐらいは全然そうですね、はい、うわーって入れてもできるんで、うんうん、僕シェーカーに入れてます。おシェーカーに入れてる、はい、シェーカーに入れて、あ、まあ、僕時間飲みタイプなんで、はい、全くシェーカー使わないんでプロテインもですか、プロテインも、あ、プロテインは飲んでなくて、あ、そうなんですね、で、はい、EA をシェーカーに入れてシェーカーから時間飲みします。
僕もプロテイン飲んでなくて。本当ですか？え、飲んでないよ。全然。一切。あ、うん、じゃあ基本 EAA と？僕プロアンチプロテインですよ。あ、アンチプロテインですか？アンチの方ですよ。じゃあタンパク質の補充って？EAA ですよ。EAA だけ。と飯。EAA とご飯だけで。はい。プロテインは。ちゃんと見ると、あれ食事に入っちゃうんで、はい、飲んだとしても3時間後ぐらいなんですよ。と筋肉に閉ざすの。なるほど。そうだ、ご飯もいいじゃないですか。そうですね。はい。そうでしょ。で、皆さん飲んでるのは、置き換えダイエットで飲んでんね。あー、うん、なるほど、うん。だからこんだけ流行っただけで。はいはい、はい。うん、だからもうアミノ酸をやっぱりほんまにもっとね、分かってほしいですよね、うん、ほんまにあのこんだけいいもんをなんで飲まないのかっていうのがすごい気になるんですよ、うん、でご年配の皆さんほどやっぱり飲んだ方が僕はいいと思う、うん、まあ、その方がより体への吸収も早いし、体への何だろうな、吸収する前のパワーというかエネルギーも使わないわけですね、うん、そうですね、ですよね、うん、疲労も早いし疲労感もなくなるし、うん、だからね、もうほんまに、でもやっぱこう伝わんないですよね、その、なんか分からへんのかな、分かりにくいのかな、でもプロテインの方が僕分かりにくいんですよプロテインの方が全然分かりにくいですよ、はっきり言うと、うん、だってご飯と一緒やもんちゃんとしたご飯食べて、で練習後、練習前はアミノ酸でしっかり早くサポートしてもらうっていうのが多分一番の考え方としては綺麗な考え方だと思うんですよね。あと睡眠ってどれぐらいですか？睡眠は1日8時間ぐらいですね、大体。やっぱり、はい、8時間。完璧やわ。睡眠はもう絶対大事だと思います。はいはい、え、僕もめっちゃくちゃ大事にしてて、はい、僕8時間は最低取る感じです。はいはい、大体10時までに寝て、うん、朝6時に起きるっていうのがもう日頃のルーティンです。めっちゃルーティン一緒。はい、でトッププロって本当そうですよ。あの大谷さん、あの野球の大谷君も、はいはいはい、あの12時間とか言ってるでしょ、トータル12時間って言ってるでしょ。だからそれぐらいやっぱイチローもそうですよ、で三浦和もそうですけど、はい、めちゃくちゃ10時間ぐらい寝るんですよ絶対。だからあんだけ動けるんですよ。しかも長い期間ですよね。長い期間元気でできるっていうか。そうそう、あの昔の東京に向けて の、はい、あの男子のナショナルチームのヘッドコーチってカナダの人だったんですけど、はい、その人もあのナショナル合宿のたんびに言ってたのが、スリーピングイズマジックだから、とにかく寝ろっていうのを、睡眠を大事にしろっていうのを常に言われてたので、はい、やっぱりそんな睡眠っていうのはリカバリーにおいて最も重要な要素で、最も重要で、一番優先すべきところはリカバリーにおいては睡眠だと思います。はい、いやなんかね、僕は睡眠6時間続いた時、はい、速攻怪我するんですよ。もう分かりやすい、もう頭回らないですよ。ずっと綺麗に8時間取っていくと、はい、6時間ちょんちょんちょんで続くと、はい、すぐ怪我する。どっか怪我しやすい人って、もう睡眠が多分浅いか少ない人とは思ってます。多分ね、もうクルヤさんとか僕とか、あの今あのこのチャンネル見てる人たちが1ヶ月一緒に過ごすじゃないですか、ほんならその人たちめっちゃレベルアップしますよあ、こんな生活したらこんだけなんか言ったら楽になるんかとか、あ、全然ちゃうわとか多分思ってもらえると思うんですよ。それぐらい多分意識低いかもしれないですよ皆さん、うん、ですよね、うんうん、僕らめちゃくちゃ意識高いと思います。あのリカバリーの、はい、でパフォーマンス出すためのリカバリーを考えてるんで、まさにだから WBC の野球も、うん、結局あのメンバーで合宿したことによって、うん、あの食生活が知ったって一番大きいって言うじゃないですか、うん、あの日本人の選手が、うん、大谷翔平のルーティンとか、うん、ダルビッシュのルーティンとか、そうですね、あれで一番ね、まだみんな言うじゃないですか、うん、だからやっぱりトップ中のトップの生活とか、うん、意識多分相当でしょうね。意識の高さはもちろんのこと、やっぱこうちゃんと時間をほんまに、だから携帯見てる時間とかもアホやしさ、ずっとやってんねん、自分でも思うで、うわこちょっとこう見てたら、うわこんだけ時間経ってもたって何してんねん俺わかりますわかります。走り終わって携帯になんとかなんか言ってる場合じゃないってことですよね。そう、もうほんまにインスタ上げてる場合じゃないの。マジでそう、なんかあのインスタ上げる、そのポスト上げるんやったら、うんこしてる時にもうその時間使って書いたらいいっすよいやいやそんなことないけど、あるけど、でもそういうあのいらない時間の時にやっぱちょこっと作っていっとくっていうのめっちゃ大事かもしれない、いやでもちょっとこの CM の話の場合ですけど、はい、練習後のなんかリカバリーの戦闘ってすごい大きな話でやっていきたいですよね。
そうですね。広げたいですね。うん、じゃあちょっとまとめいきますか。野本さんから行くか。はい、そうですね。今日お話の中にも、ね、何度も出ましたけど、とにかくトレーニングよりも重要だよと。寝るとか食べるっていうことが。トレーニングよりも重要。なんかこうみんなトレーニングだけすればなんか強くなるとか、なんか、このトレーニングって意味がだから、その鍛えるとか走るとか筋トレするとか、うん、そういう方向ばっかりに行きがちですよね。そうじゃないよっていうこと。やっぱバランスを整えないと、絶対頭打ちくるよねっていう、怪我もするよねっていう、そんな意味で書かせていただきました。うん、はい。間違いないな。間違いない。みんな一緒のような感じになる。今日はね、これほとんどもうみんな一致するんじゃないかと思いますよ。はい。はい、古江さん。はい。話の流れの通りなんですけど、はい、食後の摂取と睡眠。めっちゃ字も綺麗。めちゃくちゃ賢い。賢いところの学校ずっと出てはるんですよ。そんなことないです。そうっすよ、ね。そう。頭も良くないと、やっぱり代表なられへんんですよ。ですよね。うん、本当思います。じゃあほんまにそう。うん、絶対そう。やっぱりね、古谷さんとか大谷翔平もみんな賢いですよ。賢いね。そう。なんで字綺麗にね。びっくりしました、ね。楽しいですか。今までのゲストの中で一番綺麗。この2つがリガバリにおいては大事かなと。で、冷戦を戦っていく上には、はい。2つを、はい、意識してます。はい、ます。先ほどさんのボケ。はい。ボケじゃない。リカバリーは、リカバリーへの意識は大会当日よりも大事かもしれません。でこれ何が言いたいかというと、リカバリーってやらなかったら結局成長の機会をずっとこう遅らせてしまうじゃないですか。だから大会で頑張ろうと思ってても次の大会に対して完璧な状態にやるためにはリカバリーをそもそもできてないと大会ではいいパフォーマンス出ないでしょっていうのが、だから結構大会頑張ろうって思っててもそれまでのリカバリーが完全に大事やなって思ってます。はい、だから古谷さんの話聞いて余計思ったわ。だからやっぱりちゃんと練習後、練習前、練習後ちゃんと取る、取るというか飲んでる人は飲む、忘れず飲む、続ける、これも全部継続やなと思って。で今回古江さんが連戦で、戦ってこられたので、どういったリカバリされるのかっていうのを聞かせていただいたんですけど、深いですよね。で、全て継続されてるからこそこんだけ強い体がやっぱこうパフォーマンスが出せてるのかなというところでした。はい。で、僕らもそのシミアスリートとしてやっぱりマラソンランナーも含め、トライアスリートも含め、やっぱりこうやって、練習だけの継続ではなくてリカバリーへの継続っていうのもすごい大事かなというお話でしたね。ちょっと一言ないですか。あ、そうですね。まず皆様に対してというか、佐久間さんに対してこのような機会を作っていただきありがとうございます。トライアスロン界でですね、こういった発信をされている方ってなかなかいらっしゃらないので、トライアスロンの認知度を高めるっていう活動をしていきたいなとは思いつつ、なかなかその自分からアクションを起こせない中で、こういったさきらチャンネルに出演させていただきまして、非常に光栄思いますし、これを機にですね、自分も何かしらできることをやっていきたいなと思ってますので、トライアスロン界をですね、佐木本さんと一緒にこう盛り上げていけると幸いだなと思っております。素晴らしい、スポーツですよ。なのでちょっとね、今日ご興味ある方はぜひぜひマラソンランナーちょっと一回休憩してトライアスリートやってみようかなっていう方もいらっしゃると思うので、ぜひぜひ入ってきてもらえたら嬉しいです。ということで今回ありがとうございました。ありがとうございました。はい、また良かったなと思ったらそれぞれのコメントをお願いします。ありがとうございます。